それでは帝国となりましたのでただいまより株式会社スタートトゥデイ第三四半期決算説明会を開催いたしますはじめに出席者の紹介をいたします取締役 CFO 柳沢浩二でございます経営管理本部長斎藤剛でございます 以上二名でございます。終了時刻は十八時を予定しております。それでは取締役 CFO の柳沢よりご説明いたします。え、皆様こんにちは。えー、本日はちょっとあの足元悪いな悪い中お越しいただきまして本当にありがとうございます。 えっと今日はあのお手元にえアイシングクッキーをえー特製のクッキーがございますのでえぜひ食べながらあのお聞きいただければと思います、えー、っとでは早速ですけれどもえご説明の方を始めさせていただきたいと思いますちょっとこちらの,あの前の資料はですねあの割ちょっと感想版でえご説明させていただこうと思っておりますあの要点だけをえご説明しようかなと。 いうふうふに思っております、えー、とでは、早速、えー、ご説明の方させていただきたいと思います。えー、まず、えー、この第3クォーターのですね、えー、商品取扱い高、921億円ということで、えー、前年同期比では13.5%増という結果になりました、えー、一方で営業利益の方は106 10億円と、えー、こちらは前年同期比で23.3%増と。 いうことでまあ、会社計画あの第3クォーターはです、ね、開示はしておりませんが商品取扱高につきましては若干の見立つということになっておりますただ一方で,です、ね、営業利益の方は順調に推移しておりまして営業利益の方は計画対比では上振れているという状況になっておりますこちらがトランザク商品取扱高の全体の数値 と推移になります全体構成と推移になりますけれども今期は1324億円の商品取扱い高を計画として開示させていただいております進捗率の方はですね71%と前年の同時期がです、ね、進捗率としては70%ですので先ほどあの会社計画に対しては見立つというお話をさせていただきましたが、まあ、昨年と比べるとです、ね、進捗率の方はややいいと。 いう状況になっております。商品取扱高の内訳の方になります。まずモール事業の方、これはあのゾゾタウンの事業の方でございます。こちらが七百九十三億円、前年同期比では十三パーセント増という結果になっております。一方で自社 EC 支援の方ですね。こちらの方は百二十七億円ということで、こちらも前年同期比十六点六パーセント増と。 いう結果になっております。えさらにモール事業の方の内訳になります。えまず買取の方ですね。こちらのセレクト型これはあの元々我々が過去からやらせていただいている新新規の新品の商品をですね我々のバイヤーが買い取って販売をするという自社のセレクト型のビジネスの方です。 これはあの以前より我々方針としては買い取りのビジネスを委託の方に変えていくというお話をさせていただいておるビジネスでございますこちらの方が4.9億円ということでこれはもう前年同期比89.2%増ということで大幅に事業の方は縮小しているという結果になっておりますで現在ですね買い取り事業の主要になってきている方がこの ZOZO ユーズドの方のいわゆる古着の販売の方になります こちらが億円約30億円約前年同期比では95.9%増という結果になっております非常にあのこちらの方はですねユーズドの方は順調に事業の方が伸びてきているという状況になっていますで我々の主欲ビジネスの方であります受託販売の方ですがこちらは759億円ということで前年同期比では18.4%増という結果になっております でえーまあ、今期はです、ねえー、基本的には前年同期比 12%, 12成長ですねというのが、まあ、あのトレンドとしては我々考えております。でえー、と8月は、ですね比較的、まあ、月あの第2クォーターの、ね、8月はですねセールが非常に好調で、えー、質がいいこう在庫が集まってセールが順調に売り上げておりました。 一方で12月ですねセールの前なんですけれども第3クォーターの最後ですけれども今期はですね結構セールの前倒しでブランドさんが商品を販売するという状況が非常に積極的に見られましてですね12月のプレセールが非常に好調に推移したという状況になっておりますで、まあ、その要因が一つともう一つの要因はですねこの秋冬物で 事前にお客様から受注を取っている予約販売の方ですね、こちらの方が12月に結構いいペースで出荷が進みまして、こちらの方も好調に推移したというのが、この冬、秋冬のです、ね、状況になっております。すみませんこちらは第3クォーターの 商品取扱高の数字になります前年同期比では14%増ということで第3クォーターはです、ねまあ、通期では商品取扱高が若干、見立つというお話をさせていただいておりますがこの第3クォーターだけで見るとですね今お話ししたような要因で比較的第3クォーターはいい結果に終わっていると前年同期比では14%増ということで、まあ、基本的には12%トレンドを考えているんですけれどもこの第3クォーターは若干良かったと。 いう状況になっています。続きまして利益の増減分析の方を簡単にご説明させていただきます。営業利益の方が八十六点四億円ということになっております。えー、まあ四インごめんなさい前年同期のですね前年同期の営業利益が八十六点四億円と。 というところで、えー、まず商品取扱い高の増加こちらが31.8億円あったという状況になりますで、えー、プラス、えー、粗利率の改善まあこれはあの住、ー、宅販売が増えてきておりますので、えー、粗利率が改善してきているとまあこれが要因としては9億円分ぐらいあるという状況ですね。 でえー、と一方で、えー、商品取扱いの拡大による販管費の増加、まあ、これは変動費の部分ですけれども、えー、変動費の、えー、増加の要因で、えー、約20億円で、えーと、新規の物流センターですね、昨年の秋に立ち上げた新規物流センターの、えー、増加分の稼働コスト、えー、こちらが約5億円というマイナス要因になって、えー、おります。 でえっと、プロモーション、これはあの今期、プロモーション、えー、ほとんど実施しておりませんので、えー、こちらの方が、えー、約8億円の利益のプラスの要因になっているという状況です。まあ、結果としては106.5億円という状況になっています、まあ、ですのであの営業利益部分でお話をさせていただきますとやはりあの今期はです、ねえーまあ、プロモーションコントロール、まあ、基礎にある程度プロモーションの予算積んでおりますけれども、えー、比較的、この第3クォーターまではまあほぼ あのプロモーションを実施せずにです、ねえー、事業を運営できているというところで、えー、利益のお押し上げ要因が、えーここ、これによる利益の押し上げ要因ということになっているという状況でございます。えー、続きまして、年間購入者の方でございます。えー、こちらが357万人ということに、えー、数字としてはなっております。 であの数字を、えー、ゲストバイヤーとアクティブ会員というふうに分けさせていただいておりますがゲストバイヤーが128万人、えー、アクティブ会員が228万人という結果になっておりますでこちらで、えー、ちょっと気になると思われる数字なんですけれどもゲストバイヤーがです、ねえー、減少していると全、えーえー、クォーター対比ですね、えー、ゲストバイヤーが減少していると。 ででこれはですねあの要因としては7月にラブーをクローズしてるんですけれどもあの若年層向けの女子のファッションを集めたラブーというサイトを運営しておりましたがこれを7月にクローズとさせていただいておりましてでラブーで買ってたお客様がですね非アクティブになっているとこれはゲストも含めなんですけれども非アクティブになっている要因がここで影響としては出ております。で ですので、すのゾゾタウンだけを見て取るとです、ね、ゾゾタウンだけでは鈍化傾向は見られていない状況になっておりますので、えー、まあここは我々としてはあまり危惧していないという状況です、まあ、一,か一,一時的にラブーの会員がいなくなっているというところが、えー、一番大きな要因ですので、まあ、ゾゾとしては、えー、しっかりと会員はです、ね、プロモーションを実施していないですけれども、えー、会員の数自体はしっかり取れているという状況になっております。 はい、続きまして、えー、モール出店ショップの、えー、数の推移でございます、えー、第3クォーター終わった時点ではですね685ショップ、えー、ショップの数としてはございます、えー、内訳ですけれども買い取りのショップが23受託、えー、ショップが662という結果になっております、まあ、引き続きあの受託ショップはですね、えー、オープンは順調に、えー、進んでおります この第3クォーターのです、ね、特徴的な、まあ、主要なショップといたしましては、えー、靴のメーカーさんの卑弥呼さんですとかあるいはユナイテッド・アローズグループのユナイテッド・アローズ,アローズアンドソンズとかあとはティンバーランドさんですねこの辺あとはティーバイ・アレクサンダー・ワンなんかのブランドがご出店いただけているという状況でございますで買い取りショップがです、ね、17から23というふうに え増えているんですけれどもこれはあの理由としてはですね ZOZO、えー、ゾゾビラというのをもともと z o t o ウンとは別に運用しておりましたけれどもこれをですねリニューアルに伴って ZOZO ゾゾビラを z o タ o ンに統合しました、まあ、これによってですねもともと ZOZO ビラという中にあったセレクトショップでデザイナーズというショップがあったんですけれどもここに入ってたブランドをですね個別にあの独立させて z o t o ウンに出展させているような形になっておりますので、まあ、その分が 7ショップほどですねもともと1個のセレクトショップの中に入っていたブランドを7つのブランドを分けてショップ展開したというふうになっておりますので実態としてはですね変わっていないという状況でございます、はい、続きまして年間購入者の年間購入金額のですね 水位になります第3クォーター終わった時点のアクティブ会員の年間購入金額ですけれども4万3214円ということになっております一方で購入点数の方は7.6点という結果になりました全市半期比で比べると0.6%上昇しているような状況です まあ要因としてはあの既存のアクティブユーザーさんのです、ねえー、構成比が高まっている、まあ、あの先ほどお話ししたあのラブのゲストなんかがこう下がっている関係で、えー、既存のアクティブのユーザーの構成比が高まったということが1つの要因になっておりますで、えー、やはりここもです、ね、あの引き続きずっと購入点数が伸びてきておりますので、えー、ここの部分はです、ね、引き続き我々としても力を入れてい、えー、きたいというところでございます。 で合わせまして、ですね、えー、次のページになりますが、平均出荷単価、商品単価の方ですね、えー、こちらの方になります。で第3コーダー、平均出荷単価については、ですね1万2126円、えー、平均商品単価の方が六が6790円という結果になっております。でえー、出荷単価の方がですね、えー、前年同期比ではマイナス2.1%と。 いうことで、えー、過去と比べるとですねだいぶここが縮小してきているという状況になっています、えー、これ参考までに申し上げますと1級はですね、削退でマイナス4%でしたで2級がマイナス3.7%でしたでこれがマイナス2.1%ということで徐々に徐々にここは小さくなってきているとで一番大きい要因はですねこのクオーターに送料有料化をわれわれしております 今まで送料無料ということを推進してきておりましたけれども、これを、ね、3000円以上送料無料、3000円以下は送料いただくという形に方針を変えておりますので、まあ、その影響がこの出荷単価の方にですに、ね、反映されてきているという状況だと思います。まあ、もう一つ、当然、これあの、えーまあ、秋冬物が第3クォーター中心になりますので、まあ、第2クォーターと比べると、ここは全然数字としては良くなってくると。 いう状況でございますで商品単価の下落に関してなんですけれどもこちらは前年同期比でマイナス4%ということで引き続きここはあの若干ですね数字としては大きくなっているとでこのクォーターにおけるです、ね、商品単価の下落の主要な要因としてはセール比率が高まってきた高まっているというのが特徴としてありますまあ先ほどお話ししましたとおりこの今年はですね12月にプレセールを かなり積極的にブランド様が推進しているブランドが多かったので、まあ、その影響がセールの比率売り上げに対するセールの比率が高まったというところが要因としては大きいですちなみにセールの比率なんですけれども前期はですねこのクォーターにおけるセールの比率は19.7%だったのが今期はですね24%ということで 4%, 5 4ほどですねセールの比率が高まったというのが 要因ととしては考えられるいいう状況でございます続きまして出荷件数の方は、えー、こちらは、ね、255万件ということで前年同期17%増、まあ、こちらはあの数字としては順調に伸びているとわれわれの物流キャパシティとしても全く問題なくこちらはさばけているという状況でございます。 続きまして、デバイス別の出荷比率になりますで。こちらは引き続きスマートフォンの比率がです、ね、若干、やっぱり高,高,高まってきていると。比率としては約58%にまでスマートフォンの比率が上がってきております。一方で、PC の方は40.8%ということでこちらは徐々に下がっていると。でまあ、いわゆるフィーチャーフォンですね、これはもう1%台まで落ちてきていると。 いいう状況でございますちなみにユニークユーザーベースですと,です、ねえー、っとこれは出荷ベースなんですけれども、えっと、ユニークユーザーベースで見るとスマホが大体71%ぐらいでタブレットが5%ぐらいという数字になっている状況でございます。 ここまでがこの第3クオーターのです、ね、数字に関するご説明になりましてここからはちょっとトピック的なところをお話しさせていただこうかと思います。でえーとまあ、3級に行った施策なんですけれども、まあ、2004年12月15日に ZOO タウンをオープンして10周年、今年で10周年とあごめんなさい去年の12月ですね。ごめんなさい去年年の12月で10周年と ということで10周年の企画をいくつか実施してまいりました。も、えー、ともと、まあ、は2004年12月に ZOZO タウンをオープンした頃はで ZOZO、ねえーまあ、タウンは街という、まあ、名前のごとく街というコンセプトで最初はです、ね、25ショップから ZOZO タウンで実はスタートしたんですね。ここれをこの12月にです、ね、リニューアルして えーまあ、ユーザーインターフェースはですねそんなに大きくは変わってはいないんですけれども、えー、使い勝手を、えー、かなり向上させたと、まあ、最初の ZOZO タウンに比べると、ですね,比べるとですね相当使い勝手はよくなっているというふうに我々、われわれは考えているんですけれども、えーまあ、その使い勝手の向上以外にも、ですね先ほどちょっとお話ししました、ZOZO、えー、ゾゾビラを ZOZO ゾゾタウンに、えー、統合したというのが、このリニューアルにおいて一つございます。 であと、いくつか、えー、機能、サービスを追加しておりまして、1つは、えー、お知らせ機能っていうのを追加したと、でもう1つは、えー、皆様使われた方もいらっしゃるかどうかわからないんですけども、ギフトラッピングのサービスをですね、えー、実は、えー、スタートしております。でこれは、まだ現段階ではですね、ちょっと1日あたりのギフトラッピング件数ってちょっと制限があるんですけれども、えー、とメッセージカードと、えー、あと写真ですね。 それをセットしてギフトとして送るということができるサービスをスタートしております。でもう一つはファッション雑誌の販売ですねこちらも実スタートしております。まあ、実際に洋服を買っていただくとともに興味のある雑誌もその場で買っていただくというところですね。でこののの雑誌の販売に伴ってマガジンニュースの配信と いうのののもこのザゾタウンのトップ上でですね、まあ、ちょうどこの絵の中には右上のところにファッション誌の販売とマガジンニュースの配信始まりましたと書いてありますけれども、えー、販売している雑誌のですね内容でトピックスの部分をサイト上でご紹介をするというサービスをスタートしております。これはえ昨年買収いたしました株式会社ヤッパーのリソース技術をですね最大限活用してサービスを提供していると。 いう状況でございますであとは10周年としてですねさっき見ていただきました、えー、ムービーを作成しておりますちょっとクリスマスチックなあのちょうど12月だったのであのクリスマスにちなんだムービーだったんですけれどもこの絵はですね、えー、と鉄拳さんっていうあのお笑いタレントさんですねあの方に書いていただいたパラパラ漫画を、えー、使ったムービーになっております。 でえー、これ音楽は、ですね原曲はあのジョン・レノンさんと小野陽子さんの「えー、ハッピークリスマス」という原曲のもと、えー、演奏はハイスタンダードというですね、えー、バンドがやっている、えー、ムービーになります、えー。実は再生回数50万回ぐらいもう超えているんですね結構見られている、えー、ムービーになりました。でえー、っとこれもご存知かかどうか 変われている方はご存知かもしれませんけれども、配送パッケージが実は変わっております。で、通常はですね、えっと、この右側の黒い方のゾゾタウンの箱にですね、えっと、変わりました。えー、それまでは普通の茶色い段ボールだったんですけれども、えっと、ゾゾタウンのロゴ入りで、えー、弊社のですね、コーポレートカラーの段ボールというもので配送しております。実は昔はですね、えー、ゾゾタウン始まった頃はですね、黒い段ボールだったんですね。 ZOZOTOWN ってロゴが入った黒い段ボールを使っていたんですけれども途中で、まあ、ちょっといろいろ諸事情があってあの茶色い段ボールに書いてたんですが、えー、今回10周年ということで黒に戻しているとで合わせて実はクリスマス期間限定でですね、えー、と12月最終週から、えー、と年明けにかけてですねこの期間限定で白い箱を実はユーザーさんに配っていてこれはあの先ほどのムービーにちなんで ボイズボーバー、if you want it ということで、それを書いた箱をですね使って特別配送をしていたという状況でございます。でもう一つ10周年企画としてですね、これもつい最近まであまだアップしてましたっけ。 まだサイト上にも掲載していますけども夢を叶えるショッピングということで雑誌のブルータスさんとですね共同でちょっと変わったものを販売しておりますで、えー、と実は1月13日発売のブルータスさんでですねコラボしてフードイベントですとかあるいはこのサービス上でしか買えない希少なアイテムをですね実は販売しております、えー、と全部で57アイテム 販売してるんですけれども例えばどんなものがあるかというとです、ね、樹齢100年のオリーブの木とか誰が買うんだろうという話なんですけれどもでもまあこれは実はです,、ね、すごい値段で売ってるんですねあとはあの風船あの気球を飛ばしてそこで,あの何でしたっけ宇宙に近いとこから写真撮ってあの落っこってくるやつですねよく YouTube なんかで出てると思うんですけれどもあれができます。 といあるいはです、ね、あの今度解体されている今解体されている国立競技場の,あの座席をそのまま椅子にしたものを実は販売してたり実はもう完売しちゃったんですけれどもこれは、えー、そういったものが売っていたりということで、まあ、夢というテーマで,です、ねえー、面白い商品を売るということで、えーまあ、10周年の話題作りという一つとして、えー、こういうものも、えーま、だ現,現状もまだ。 やっておりますよかったら樹齢100年のオリーブの木を買っていただければと思います。でえーっとまあ、10周年はここら辺にして、えー、ウェアの進捗状況を、えー、簡単にご説明させていただきますと、えーまあ、10月にダウンロード数は400万を突破したと、えー、ちょっと細かい数字は言えないんですけれども、えー、順調にダウンロード数は伸びております。 で投稿コーディネート数もです、ね、累計200万枚超ということでこちらも順調に伸びてきている状況ですで先ほどのサイトリニューアル ZOZO のサイトリニューアルに合わせてです、ね、実は ZOZOPeople と ZOZO ナビというサービスもです、ね、これあの統合してです、ね、おりますでさらにこのウェアにブログ機能を追加してある意味今まで SNS 的サービスのところはすべてウェアの方に統合しているような状況になっております でこれはつい最近なんですけれども1月に中国本土の方でですねこのウェアのサービスダウンロードできるようになりましたですので、えっとまあ、まだ始まったばっかりですけれども中国の方でも積極的にこのウェアのサービスを広めていきたいというふうに思っています、まあ、合計で26の国と地域で今ウェアは使えるような状況になっております で、えー、皆様からよくご質問あるマネタイズについてなんですけれどもここも引き続きですね、えー、っとウェアについては、えー、メディアとしての価値を高めていこうということで、えーまあ、そこに当面は注力していくと、まあ、広めていくことに注力をしていくということを、えー、まだ現状では考えておりますます、あ、こここでがのの第ククォータータ、えー、トピックスになります。 でここからはあのほぼ変わってないですけれども今期の事業計画ですね、えー、こちらは特に変更はございませんで、えー、と昨今ちょっと話題に上がっております、えー、日本版シュワードシップコードとガバンスコーポレートガバナンスコードですね、まあ、こちらに関する、まあ、我々としての考え方というか方針というかの部分をちょっと簡単にお話しさせていただきますと えとまあ、我々ですね当然これはあの、まあ、企業としてですね、えーまあ、持続的企業の持続的成長とですね企業価値の向上、まあ、ここの促していく取り組みとしてですねこれは当然我々としては真摯に対応していこうというふうに考えておりますもちろんあのディスクロージャーに関してもですねフェアディスクロージャーの精神にのっとって、まあ、あの当然これはあの。 このスワードシップ行動を受け入れた、えー、皆様方、機関投資家様だけではなくて、まあ、今まで通り、まり、あ、その他の機関投資家さんも,、ね、も含め、個人投資家さんも含め、積極的にです、ね、相互理解、えー、認識の共有というものを図っていきたいなというふうに思っています。ですので、まあ、今までわれわれもあのその部分に関して言うと、えー 割と積極的に我々はやってた方だというふうに思っておりますので、引き続き、ここは皆様方のご意見を聞きながら、ですね改善するものは改善して実施していきたいというふうに思っております。詳細はですね、今いろいろ社内で準備して、議論して準備をしておりますので、適時適切にですね、必要であれば、 解除をしてていいいきたいとういうふうに思っておりますですので、ここは積極的にわれわれとしては対応したいというふうに考えております、はい、ちょっと長くなりましたけれども、以上で説明の方を終わらせていただきたいと思います。